ファビオラの風の中、胸に夢を描いて、ファビオラの光の中、今この道を歩き出す。
ィオラの風という、オリジナル曲ですが、中津にあのファビオラ看護学校という看護学校がありまして、そこの校歌で、10年ぐらいですかね、作らせていただきました。あのもし機会がありましたら中津のファビオラ看護学校に行っていただくとこの歌が聴けるんじゃないかなと思いますが、中村と知らないんですけど、はい、まあ、ちょっと少し、思い出話も、ね、あまり長くならないようにしたいんですが、まあ、伝兵衛さんもう本当にあの、なんていうんですかね、あの一番最初はですね、あの御巣天王といって豊前と中津のちょうど間にあるあれは公園ですよね、ステージが広いのがあるんですが、そこで、伝兵衛商会で来られた時に、僕らあの中津でこう一緒に活動している、まあ、サークルというか、東九州音楽振興会という会があるんですが、そこが、主催だったんで、まあ、ちょっとこう見に行った時、聞きに行ったら、まあかっこよかったんですよね。すげえなと思って、でその時の印象があって、その後あの、確か大分県内の市町村を、ぐるっと回るというので、であの時多分千谷ホールさんからあの中洲でできないかって言って伝兵衛さんのライブの話をいただいて、で初めて伝兵衛さんのライブを企画して、それからもうずっとですね、中洲のやつやる時は、関わってまいりましたが、あの、まあ、そんな実は、亡くなる前のちょっと前に、実はあの白道村で、石井さんと伝兵衛さん2人で近くのライブがあって、で、まあ、温泉に入りに来たって言って、で2人で、いらっしゃって、で私たまたま覗いたらあのこうカウンターのところに座っていらっしゃったん で今度は伝兵衛さんちょっとラジオ出てくださいよ、でインタビューでいいかなというか、あインタビューじゃあ今度は11月の、ライブが別府で白道であるから、その時に、じゃ あのやろうって言って別れて、でその11月になって、ちょうどあの今日も来てますがチャーリーさんとあの博多の福岡の方ですね、あのポール・マッカートニーの、ライブのちょうど外で待ってる時に、連絡が入ってですね、亡くなったという、まあ、非常になんか複雑な思いでしたけども、でまあ、あの、今日はまたもう一つ白道のママの、追悼ということで、僕はあの寺の住職してますので人と別れるっていうのはですね、本当にこういつも経験してるんですが、やっぱ辛いですね、やっぱりね、本当にあのよく言われるんですけど、慣れてるでしょって、慣れないですよ、言っときますけど、あの悲しみはですね、慣れないです、絶対、そういう思いを込めて、ファビオラの風を出していただきました。ではもう一曲、あの、はい、はっちゃんの方から。じゃあ、あの、はっちゃんと言います、黒のはっちゃんです、次に歌うのは私のオリジナル曲なんですが、これあの2010年の大分夢朗音楽祭であのコンテストでグランプリをいただいて、その時に白道ママがすごく喜んでくれたんですよ。で、はっちゃんよかったって言って、それがあの僕のこう一番のこう白道ママから褒められたことかなと、いやそれ以上ないかなというぐらいすごい喜んでくれた、その思い出の曲を2曲目に歌わせていただきます。大切な人にありがとうと伝える、そういう曲です。あなたにありがとう。毎日で生きて
になる。いつか一人で生きて行けるようになりたくて、これまで懸命に走ってきたから、いつもありがとう、あなたに会えたことに感謝しなくちゃ、ありがとう、あなたにありがとう、ここで巡り会えたことに感謝しなくちゃ。いつまでも一人で生きてはいけない、結局誰かに甘えたくなる、夢を食べては過去に寄り添う、こんな私でいいですか、いつもありがとう、ママ。あなたに会えたこと、感謝しなくちゃ。ありがとう、あなたにありがとう、ここで巡り会えたことに感謝しなくちゃ。よかった。最後に桜桜を、ね、じっと歌いながらね、思い出しちゃいますよね。年とともにやっぱ涙もろくなるんですね。ね、もう60の近く。涙腺緩くなりますね。あれでも孫の顔見ただけで僕涙が涙ありましたから、ね。違うんじゃないの？じゃあ、ちょっと待ってください。はい。クロはだいたい6人でやってるバンドなんですが、今日は2人でですね、来ました。もう11年半ぐらいやってます。白道ママにはもう
クロを結成当時からお世話になって、伝兵衛さんの前座ももちろんしたことがありますね。失礼しました。トヨさんのところでしたね。伝兵衛さんの伝説した。そうですね。カウンターでね。しましたね。座って聞いてましたけど。では、最後の曲、ちょっと爽やかに、歌いたいと思います。桜の季節の歌なんですが、僕の曲で、桜桜。名曲。足を止め振り返るノイズの中で耳と届く澄んだ音色、君の声、桜の木の下と僕を笑ってすれ違った君に恋をした。クロの今日はお二人ということで、皆さんまた拍手を。
黒田さん、初山さん、ちなみにあの黒田さん、先ほどあのご住職をされているということでありましたが、漏れ聞くところによりますと